リクソンはどうやってカウンを破ったの？絶妙な演技力を紹介。219年、漢中を制圧した劉備は漢中王を名乗ります。さらに毛達と劉邦に攘陽を攻め取らせました。そして慶州を統治する関羽を北進させ、魏領に攻め込ませたのです。右近、宝徳を倒して捕虜とし、宋人が守る繁盛を囲んだ関羽でしたが、ここで思わぬ敵が出現します。背後に襲いかかったのは高等の支配者である孫権でした。曹操を共通の敵とし、協力し合うために劉備と孫権の架け橋となっていたのは盧宿でした。しかしその盧宿が217年に病没すると、後任の呂蒙は曹操と戦うことの無益さを孫権に説き、関羽を倒して慶州を制圧することを進言します。孫権はその提案を認め、曹操と手を組み、標的を関羽に絞ったのです。劉備や関羽は孫権のこの方針転換に気づきませんでした。関羽は繁盛攻略のために出陣した際、兵力の一部を公安と南軍に割いて孫権に備えます。ここで呂蒙は孫権に書簡を送り、病弱な呂蒙は治療のために兼業に戻すと指示を出すことを求めます。そして呂蒙重病の噂を流し、その帰還を指示した文章が関羽に届くようにしました。さらに兼業に戻った呂蒙は陸遜から慶州制圧の助言を受けます。呂蒙は陸遜と話をし、その器量を認め、孫権から呂蒙の後任として誰を陸公に派遣すべきか問われた際に陸遜を推薦したのです。まだ無名に近い陸遜であれば関羽はさらに油断すると考えたのでした。陸遜は偏将軍宇都督に任命され、呂蒙と交代します。後任の陸遜は盧宿以上に関羽に仕立てに出ます。陸公に着任するや関羽にへり下った書簡を送ったのです。書簡には関羽は偉大な将軍であり、そばに身を置くことができて光栄であるということや、曹操はずる賢いやつなので軽視せず完全勝利を目指してほしい、私は一回の書生に過ぎず、このような大役に手探りの状態で見当違いのことをしていても見捨てないでほしいという内容が書かれていました。これを読んだ関羽はすっかり気を許してしまい、守備兵を繁盛攻略に割いてしまったのです。陸遜はそんな関羽の状況を全て孫権に報告しており、関羽を生け捕る策のポイントまで進言しています。孫権は呂蒙と陸遜に先鋒を命じました。精鋭の兵を大型船の潜伏に潜ませ、炉を焦がせる兵には白衣の服装で商人に化けさせました。この策が功を奏します。関羽は川岸に見張り所を設置していましたが、呂蒙らの接近に気づくことができなかったのです。戦わずして関羽の留守を任されていた武将である詩人と美宝は投降しました。さらに呂蒙は南軍の住民を保護する命令を下します。部下が民家から傘を一つ取り上げたことも許さずに処刑しました。関羽は孫権の裏切りを信じられず、使者を何度も南軍の呂蒙のもとに出しましたが、使者は家族たちが以前よりも厚遇されていることを確認し、それを関羽の陣営の兵たちに伝えたため、兵たちは敵概心を失いました。かくして孤立無援となった関羽は、主膳と繁昌に退路を断たれて囚われたのです。